日本共産党の藤野康美です。今日は4人の参考人の皆さん、本当に貴重なご意見ありがとうございます。まず4人の参考人全員にお聞きしたいと思うんですが、今回法改正で退去命令制度、そして旅券発給申請命令制度が創設されまして、罰則もつくということなんですが、この制度を作る理由がいわゆる送還忌避者への対応のためとされるんですが、しかしその送還の機能不全というのは本当に起きているのかというところをですね、お聞きしたいと思うんです。というのも、そもそもですね、在留外国人というのはもう290万人達して、90年代後半からすると100万人増えているわけですね。で、その中で、2020年の出入国在留管理白書、この白書を見ますと、例えば不法残留者数というのは大きく減少してまして、93年には30万人いたんですけど、2020年には8万人強まで減ってます。で、在留外国人数に占める不法残留者の割合も95年は 22% あったんですけども、これは2019年はもう 2.5%、 10分の1になってます。で、各都市の送還だけでも見てもですね、各都市の退去強制令書発布件数と送還件数、これほぼ同じ で9割以上の方はもう帰られてるんですね。で、その帰ってる帰り方も実は自費、自分で出国して自費出国が9割以上に、 93% か 4% か 5% か、そんな感じであります。これは白書の数字であります。で、乱用があることは私も否定はしないんですが、しかしなんか送還の機能不全というのは本当に起きているのか、これは皆さんどのようにお感じなんでしょうか。安富参考人、お願いいたします。お答えいたします。一言で送還の機能不全というふうに評価するのはなかなか難しいと思います。いろんな場面があると思います。そういう意味で委員ご指摘のようなその数という意味で言うと、一見その送還の機能不全というふうに言えないんじゃないかというふうに評価されるのは理解できるところでございます。しかしもう少し細かくいろんな場面を見てまいりますと、先ほどもご質問にありましたけれども、その国費送還はしなければいけない、それからチャーター機も用意 してですね、国費送還をやらなきゃいけない、これに対する費用負担も大きいものがある、そういう場面もございます。これを送還の機能不全というかどうかは評価の問題ですから別ですが、ここに大きな負担がかかっているということは言えると思います。で、一方で今回の退去命令あるいは旅券の発給の命令、これに間接罰をつけております。この点はむしろそのご自身でその在留が認められない、本邦から退去しなければならないという立場にある方、この方々が自らその退去していただくと、そうすることによって、費用的な面も含めてですね、少し前進できるのではないかというような意図でございますので、そのように私は考えております。続いて柳瀬参考人、お願いいたします。お答えいたします。私は学者や法律家ではないので、厳密な法的な観点から申し上げることはできないんですけれども、送還しなくてはならない人を送還するという、観点に考えますと、それはしなければならない人は早く送還しなくてはならないと思うんですが、それは本当の真の難民を早く救いたいという、それが一心でございます。それから先ほどのその、例えばチャーター機を利用してという件でございますけれども、ちょっと一言申し上げますと、一人一人を、その入管の職員がついて、母国に、母国じゃなくてその、安全な国に送り返すというケースがありますけれども、そのチャーター機を利用しないで個人個人の場合ですね、で乗った途端に暴れてしまって飛行機から降ろされるとか、それから、そこで失礼なことが、他のお客様に失礼なことがあって、降ろされてしまうとか、そういうことがたびたび起きたケースがあります。そこで致し方なくチャーター機を利用してという、数人集まったので利用しているというケースがありますので、その方が他の方にも迷惑かけないし、さまざまなことを考えたことでそういう国になったことと思っております。以上です。続いて市川参考人、お願いいたします。今ご指摘ありました通り、退去強制令書の発布件数とそれから送還の件数を見ますと、
まあ、それほど大きなこう食い違いというのがございません。そういう意味での機能不全はないんではないかということは言えると思います。ただ、まあ、差は言いながらもその発布した対例と対共性例書とその年に送還した人が必ずしもこう一致するわけではなくて、何年かこう滞留している方といいますか、で訴訟もしていないけれどもそのまま残ってしまっている方というのは、まあ、確かにいることは事実です。でただそれを送還 の機能不全とまでいうふうにそこまで言う必要があるかというところは若干疑問を私は持っておりまして、それでそういった人に対するこう手当として考えられることとしては、まあ、今回一つ法案の中にある実質的に帰った場合には再入国を期間を短くしてあげましょうという、まあ、こういうやり方を取る。それからあと IOM という国際移住機構が現に今日本でやっておりますけれども、帰国のための準備をお手伝いして送還で、まあ何年も日本に暮らしていれば帰国すること自体に躊躇があるので、向こうで暮らせるかどうかで、その帰国のその環境をアドバイスしたり援助したりするというやり方で帰国を支援して、まあいろんなやり方があるわけですね。ですからまずはそういうソフトなやり方というか罰則によるやり方ではない別のやり方でのアプローチというのをもっと検討するべきであろうというふうに思っております。でそういう意味で罰則というところまでやるのは行き過ぎではないかというのが私のお考えでございます。続いて児玉参考人お願いいたします。私も機能不全というところまでには至っていないと思っております。入管法上強制送還は本来国費送還が原則でございます。むしろ自費で出国する場合には許可を取らないといけない、そういう建前からしますと国費がかかるのは、まあ、法律が予定している当たり前の話であります。でそうは言っても、まあ、それで帰国を拒否する方はいらっしゃるわけですけど、例えば今市川先生の方から IOM の話もありましたが、フランスの例ですとフランスの場合はなるべく自発的な帰国を促す、でそのためにその旅費も渡し、あるいは帰った後に使えるようになるそのマネーカードにお金をチャージして、で帰国後使えるようにして当面の費用を使えるようにして、それを渡して自分で帰ってもらうような促す制度があるというふうに聞いております。それはその、まあ、一見するとそこまでやるのかということになるのかもしれませんけれども、トータルで見るとチャーター機をチャーターしたりとか無理やり職員を付き添いで行く場合よりもはるかに合理的になりますし、それは本来この国にいてほしくない人を排除する、それは国家の作用として国権の発動としてやるわけですから、それに国の費用がかかるのはやむを得ないことなんではないかと思います。藤野康文君ありがとうございます。この専門部会私も読ませていただいたんですけども、この専門部会でですね、先ほど市川参考人が収容するかしないかの分かれ目とおっしゃったその管理措置制度の前提としてですね、仮放免の運用方針について議論がされております。繰り返しで今日持ってきたんですけども、今の仮放免の運用というのはこういうふうに真っ黒で全然見えないですね。でこのことが専門委員からも指摘をされまして、例えば第3回2019年11月25日の宮崎新弁護士からですね、議論するにあたってこの仮放免運用方針黒塗りの部分が多すぎて判断できないのでお出しいただきたいという意見が出てますし、第5回2020年1月16日には論点整理として宮崎市委員がですね、繰り返しになるが、仮放免運用方針の開示は議論の前提であり現在マスキングされたものが開示されているに過ぎないと。で第8回でも同じようにですね、繰り返しの要請にもかかわらず開示されていないと。仮放免に関する罰則を議論する以上最低限の情報であり、かつこのように非開示したままで罰則規定を設けることはありえないというこういう意見が繰り返し表明されているんですね。安富参考人とあと第5回に参加された児玉参考人にもちょっとこの点についてこういう議論のやり方そのものについてどのようにお感じになったんでしょうか。安富参考人。はい、お答えいたします。確かに仮放免の運用指針についてえー
マスキングされているという資料が専門部会に提出されて、まあ、されたというのその通りでございます。で、仮放免の運用指針がその全て開示されないと仮放免の在り方について議論ができないかというと、私は必ずしもそういうふうには思いませんでした。従いまして、今後の仮放免というものをどういう位置づけでやっていくのかという大きな議論として、専門部会では取り上げたことなので、そのどこまで情報開示するかという話と、仮放免の今後どういうふうに整理していくのか、新たな収容代替措置の関連づけをどうするのか、位置づけをどうするのか、これについて、情報公開で全てが情報が全て開示されないと議論されるすることができないというふうには認識しておりませんでした。続いて児玉参考人お願いいたします。委員ご指摘の通りだと思います。実は先日いただいたこの黄色い資料にも仮放免運用指針入っておりまして、さすがに国会の議論になりますので全て開示されているのかと思って拝見しましたら、300ページに非公表非公表と黒塗りの部分が全て非公表となっています。現状の仮放免の運用の非常に重要な部分を占めるものを国会で審議していただくのに、議員の先生方に対してまでこれを非公表とするのは非常に不誠実なやり方ではないかと考えます。で、実はこの非公表不開示になったのは件に関しました情報公開の裁判を起こしておりまして、一審が敗訴してしまいましたが、現在控訴審が継続中です。藤野康文君。実際ですね、仮放免は2015年には3606件あったんですが、2019年には2217件まで減ってるんですね。だからこう減ってるという事実があって、でこういう真っ黒系の方針が出てるというもとで、この仮放免の運用の厳格化にですね、どういう方針出されたのかっていうのはこれ大事な前提になるわけでして、どうもですね、その前提となる立法事実やその今提案されている制度の前提となる資料そのものの分析が本当にされたのかなというのは、大変疑問に感じております。そして児玉委員にお聞きしたいんですが、その管理人、先ほど管理措置の話でその管理人についてのところが、私としては今やっぱり信頼関係が元になっていると思うんですが、それがあえて義務が課されてですね、関係になると、まあ、支配非支配の関係になるという指摘も資料にありました。この点についてはどのようにお考えでしょうか。児玉参考人。おっしゃる通りだと思います。私も仮放免の保証人何人もやっております。本人を早く一刻も早く出したい、外に出してあげたいので、知り合いの方とか親族とかがいればそちらになってもらうんですけど、どうしてもいないような場合には代理人の弁護士が保証人になることもございます。それは何としてでもこの身体拘束から早く解放してほしい、そのために保証人が必要ならば自分がやろうという、そういう関係性なわけです。ところがこれが管理人の制度になってしまいますと、先ほど市川先生の方からお話もありましたが、その人を監視しなくてはいけなくなってしまう、これはもう前提関係が崩れてしまいます。その報告をしなければ、あるいは虚偽の報告をしたら自分自身が刑罰過料の制裁を加えられる可能性がある、これではとてもできません。ですが管理人がつかないと外に出られないという前提だとすると、じゃあ逆に入っている人のことを考えないでお前は管理にならないのかという、ものすごい葛藤が生じる制度になっていると思います。以上。藤野康文君。ありがとうございます。重ねて児玉さんこれにお聞きしたいんですが、先ほどトレンドとしては不法残留減っていると、不法残留減っていると言ったんですが、今政府足元で増えているみたいなことを言うんですけれども、しかしですね、法務省の政策評価懇談会というのは今年の2月16日にやられてまして、ここでそのインバウンドの関係というのも政府がですね、インバウンド政策を取っているということも指摘をされているんですが、これについてはどのようにお考えでしょうか。児玉参考人。ご質問ありがとうございます。私の今日配布させていただいた資料の中の、7番、資料7をご覧いただきたいんですが、こちらの議事録を、一部取らせていただいています。で、18ページと記載のあるところの下の方ですね、出入国管理、在留管理庁の回答がございます。
不法残留者が、近年、不法残留者が増えた原因でございますけれども、私どもの見立てといたしましては、政府全体で観光立国実現に向けた取り組みが進められてきた結果、外国人入国者数が大幅に増加した、これが不法残留者数の増加に少なからず影響しているものと考えておりますという回答をされています。もう一つ、後ろの方ですが、すみません。その18ページの下の方ですね、失礼しました。あとは技能実習生が、現場から耐えきれなくなって失踪してしまった、そういう人たちが不法残留の数に加わって増えているんではないかという質問に対しては、それは事実として存在する問題だというふうに理解してございますと回答されているのを承知しております。藤野康文君、時間が参りましたので、終わりたいと思います。しっかりと法案審議に生かしたいと思います。今日はありがとうございました。